はい、速稼塾の久保です。18時22分になりました。朝の相場解説に続きまして、夕方の相場解説させていただきます。今日はね、私納税の方をしていて、広島市の方に出かけてたんですね。それで他のこともいろいろやってましたら、先ほど帰ってきて、このエントリーができてないんですよ。でもエントリーができてないんですけども、予想は合ってました。本当に寂しいことなんですけどもね。でも解説します。こうぐーっと上がってきて、こう降りたところ、そして調整が入ったというところまでは朝の相場解説させていただいたと思うんですけども、調整が入ってから下落っていうのがね、起きましたね。これ私取れてましたね、これ見てればね。もう本当に惜しいです。皆さんはどうですかね。私はちょっと悔しいんで、まあこの連絡だけでもしとこうかなと思ったんですよ。まあついでに申し上げますけども、もう後付けになっちゃいますけども、こういうことですよね。こうなってこうですよね。リアルタイムチャート1時間に戻します。ほら、これはね、今日は取れてましたよ。見てれば本当にしょうもないな。悔しいんですけども、これも相場ですね。だから時間があれば取れてたっていう風に思ってるだけかもしれません。これリアルタイムで見てたら、こういう風に入った時に本当にね、ここで売りでエントリーできていたかどうかは本当は分からないんですよ。本当は勇気が出なくって、こう行くんじゃないかなとか思って入り損ねていた可能性もあります。ただまあ後付けみたいで申し訳ないんですけども、これは取れていたんじゃないかなと振り返ってるんですよ。皆さんはどうですかね。なんかね、こういうの惜しいなという気持ちから、さらに時間があったら取れてたのにっていう風に勘違いしてしまうところがありますけども、私もその一部ですかね。いやー、惜しかったな、本当に。はい、それでですね、中丸トレーダーの速稼塾プレミアムセカンド、こちらの方はこういうね、私の今回やったようなドジがないと思いますんで、ぜひね、中丸トレーダーの速稼塾プレミアム2の方に参加していただいて、FX の力をつけちゃってください。まあ私もかなり力つけましたんで、本当にありがたいなと思います。FX が自分の味方になってくれると、本当にですね、お金に困らないと言いますか。今日もね、税金をしっかり払ってきたんですけども、その帰り道に、リフォームのね、検討に行ったんですよ。すごいですね。税金かなり払ったんですけども、その後で、今度、リフォームでもしようかな、みたいな感じで、お風呂場が100万、で、キッチンが100万、それから、洗濯機がね、20万ぐらいするんですけども、この3つを、今ね、こう見積もってもらってるところなんですよ。まあ、本当に買うかどうかわかりませんけども、見積もっていただいて、まあ、少しは使おうかな、っていうところですよね。税金でむちゃくちゃ払ったんで、財布の紐が緩くなったのかもしれません。そんな感じでね、こういうふうに FX が味方についてくれると、お金を使う量もちょっと増えていきますんで、もしかしたら取引先たる、そういうのね、設備投資の会社、住宅設備の会社とかはすごく仲良くしてくれるんではないかなと思います。まあこういうふうなね、円の作り方もありますけども、お金がないと本当に円を作るのって非常に難しかったりする部分もあるんですよ。だからそういう意味でも、お金持ちになっておきたいなと思うんですよ。お金持ちを目指すためにお金持ちになるわけではなくて、やっぱり自分の好きな人から商品を買ってあげるって言ったら言い過ぎなんですけども、偉そうなんですけども、買ってあげて、ちょっとね、営業成績ちょっと足りてないところを助けてあげるって言ったらまた変な言い方になりますけども、まあなんかね、私としてはいろいろケチるっていうか、節約するよりも、しっかり使った方が結局長い目で見て、本当の節約になるんじゃないかなと思っちゃうんですけどね。まあでも本当はね、いらないものは買わないようにした方がいいです。私の場合は、中古住宅30年なんで、購入したのが、いろんなものがね、30年目を迎えて、買い替えの時期ではあるんですよね。まあその時に、自分の一番こう気になったものをね、ちゃんと見積もりして丁寧に、営業を受けて、購入できるっていうのは、ちょっとまあ嬉しいことかなと思っております。はい、話が変な方向行きましたけどね。明日からも相場解説頑張っていきましょうというところで強制的にまとめてしまいました。はい、では失礼します。